入ります。金沢市への重点措置延長に伴い、昨夜開かれた県の新型コロナの対策本部会議。谷本知事が示した新たな感染対策が、1000平米を超える百貨店や大型スーパー等の大型商業施設、百貨店の地下食品売り場等について、入場者が密集しないよう入場管理との要請を行うということにいたしました。都市圏の百貨店などでクラスターが頻発していることを受け、県は金沢市内の大型商業施設に対し、明日から入場者の人数制限を求めることを決めました。対象となるのは金沢市内の1000平方メートルを超える大型商業施設60から70店舗、生活必需品を販売するスーパーマーケットや薬局などは含まれません。今店内に1人、2人、3人続々と人が入ってきます。一方でお店を出ていく人もいて、店内に今いる人数を把握するのが難しそうです。こちらは対象となる金沢百番街。県の要請を受け、店では機械でカウントした来店客数と巡回による目視で施設の混雑状況を確認し、必要に応じて入場規制する方針です。しかし、夏休み期間中ということですが、店内は混み合っている様子は見受けられません。 NTT ドコモによると、 JR 金沢駅周辺の現在の人出は感染拡大前と比べておよそ6割。気になるのは、どれだけの客が入ったら入場制限がかかるのかです。具体的な例えば目標数値とかそういうものはあるんでしょうか？それはありませんね。だから東京都の場合はもう緊急事態宣言を出して無駄にやってられるんですけど、まあ、石川県の場合地方ではまだそこまでやる必要はないし。こうした県の対応に同様の協力を求められている野々市市内の大型商業施設の関係者は、依頼には協力するが明確な基準を示してくれないと対策の施しようがないと思う。具体的な目標を示さないまま始まる新たな感染対策の効果は未知数です。学校現場での新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を今一度一層徹底していただきたい、このことをしっかりお伝えをしたいという思いで、急遽お集まりいただいたところであります。今日急遽開かれた県の学校長会議。県内では8月に入り、小学生から高校生までの感染者が168人、89校で確認されています。6月は7校で9人だったことから、子どもたちへの感染が深刻になっているのが分かります。あと10日ほどで2学期。県は学校で感染者が出た場合はこれまでと同様、学校全体を休校にすることを決めました。感染対策をちょっと十二分にやっていこうという思いでやっておりますので、まずは一旦学校全体を、休校にして、万が一感染者が出た場合の対応等についてはそのような対処をしていきたいと思っています。こうした中、金沢市教育委員会も各校長とのオンライン会議を開催。子どもの体調が悪い場合には学校を休ませるよう各家庭に呼びかけ、学校での感染拡大を防止するよう校長に求めました。あくまでも県と足並みを揃えることが大変大事だと思いますので、感染者が出た場合には学校現時点では休校という形を取らせていただくことに尽きると思います。いかに夏休み明けの感染拡大を防ぐかが課題です。